お待ちかねのジャンボリミッキーダンスを練習していこう。座ったままで踊れるよ。隣の人にぶつからないように気をつけてね。もうジャンボリミッキーダンスを知ってるよって人、もうたくさんいるね。でも今日はせっかくだから、もっと上手に踊れるようにさらに詳しく解説していくよ。ぜひ一緒にやってみてね。まずは片手を上げて、その手の方に少し体を傾けてみよう。こんな感じ。これを右からやってみるよ。できているかな。そしてもう一つ、この時の手も肘を下げすぎないのがポイント。ズッズッ、こんな感じ。できる人はぜひ挑戦してみてね。次は右手を上げて元気よく足踏み。1、2、3、4、5、6、かっこいいポーズを決めて揺れるよ。1、2、3、4、5、6、ミッキー。はい、この時の手は肘をしっかりと上げるのがポイント。はい、1、2、3、4、5、6、ミッキー。こんな感じ。その通り。今度は前、後ろ、前、後ろ、後ろに引いた時に笑ったりびっくりした顔をしてみたり、いろんな顔をして遊んでみてね。はい、お兄さん、お手本どうぞ。大人の皆さん、志高く諦めないで。最後はお腹の前で両手をトントンズッズッ、トントンズッズッ。これはだんだん大きくなっていくように踊ってね。よし、みんなとってもいい感じ。ここまで練習すればもうやってきたね。本番は今練習したダンスがランダムに出てくるから、どのダンスが出てくるか楽しみながら踊ってみてね。そう、